続日本百名城ナンバー187、長崎県五島市にある福江城。福江城は石田城とも呼ばれ、五島列島の福江島に築かれ、三方向を海に囲まれていた海城だった。江戸時代、五島列島を治めた五島氏はもともと福氏を名乗っていて、福島を拠点にしていた。その後、福氏は五島列島全域に勢力を広げて、福江島の江川城を築いて本拠地にしている。そして豊臣秀吉の時代に第20代角春が五島氏を名乗るようになった。江戸時代1614年に江川城が焼失してしまったため、1638年に石田陣屋を築いている。石田陣屋は江戸時代を通じて五島藩の藩邸として使用されていく。1800年代になると、フェイトン号事件など外国船による事件が起き、陣屋では対処しきれないと考えた後藤氏は、幕府に築城許可を願い出ていた。当初、幕府は許可を出さなかったものの、1849年に後藤氏に築城許可を与えている。こうして築かれたのが福江城で、14年かけて1864年に完成した。しかしながら、明治となった9年後の1872年に、福江城は陸軍省へと引き渡され、城門の一部を除いて建物は全て取り壊されている。現在の城跡には石垣や城門、水堀が残されていて、庭園は国の名勝に指定されている。